2020年東京オリンピックの公式記録映画の監督にカンヌ映画祭でグランプリを受賞した河瀬直美さんが決まりました。非常に大きなものをいただいているなと思いながらも、いつものごとく等身大で自分自身ができることを全うしていきたい。河瀬直美さんは自身の監督作もがりの森が2007年のカンヌ映画祭でグランプリを受賞するなど世界各国の映画祭で受賞歴があります。組織委員会は数人の候補者の中から世界での活躍とドキュメンタリー映画の経験などを高く評価し河瀬さんを選出しました。公式記録映画は20世紀初めから全ての大会で制作され1964年の東京大会は市川崑さんが監督を務めました。映画の完成は大会後の2021年春の予定です。